こんにちは。車中泊者自作 DIY 車窓&トーク、今回は車中泊者の普段使いにつきまして少しお話しさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。この車は車中泊専用で作ったわけではありません。普段使いもいたします。ほとんど車中泊専用に使っているようなもんなんですが、十分普段使いもできるということです。車の中にいろんなものは積んでおりません。車中泊に出かけるときに必要な車中泊に必要なものだけ積むということにしてます。ですから普段こう車を走らせてましても、ガチャガチャガタガチャ言いません。多分キャンピングカーお乗りの方は中にいろんな食器だとか、いろんな家財道具を結構積まれてると思います。キャンプ道具だとか、そうしますと走るとガタ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 言うんじゃないかなと思います。私の場合はあまりガタガタ言うのが嫌なもんですから、普段使いの時は全て下ろしてます。したがって、ガタガタ言いません。ちょっと横のテーブルがちょっとガタガタ言うんですが、それもゴムで引っ張ってガタをなくしてます。ほとんどガタガタ言わないで、走ってます。それで車中泊に出かけるときは透明な箱がありまして、その中にセットにしてございます。朝飲むコーヒー、インスタントコーヒーとブライトと、カップラーメン、そしてお米も一応積んでます。5合ずつを袋に入れまして4つぐらい、袋に入れてます。あとスパゲッティ100グラムずつを、2つぐらいの袋に分けて入れてます。あとお菓子、おつまみ、それからふりかけ、そんなものを入れてます。それから皿とか箸だとか紙コップだとかもセットの中に入れてます。車中泊行くときそのセットと水を積んで、あと着替えを積んで、出かけます。幸い北海道の中のほぼ中心に住んでます。ほぼです。函館も1日で行きます。稚内も1日で行きます。知床が一番遠くなるんですが、知床も1日で行きます。根室、それから、襟裳岬、ここも全て1日で行きます。天候を見ながら、今日は天気いいなと思ったら、日帰りでちょっと出かけようということはどこでも、はっきりしていけるんですけども、北海道端っこまで行けます。天気のいい日が3日4日続くときは、3泊4日で出かけようということで、それなりの、水を増やしたり着替えを増やしたりして、出かけていきます。普段使いのことを考えまして、この車を選んでおります。これがキャンピングトレーラーといいまして、後ろでこう引っ張るタイプのやつですと、前は乗用車でいいんですが、後ろはトレーラーで引っ張っていくと。普段は前の車だけで乗用車で使ってて、キャンプ行くとき引っ張っていくというパターンも十分考えられるんですけども、なかなか牽引していくとなればちょっと非常にバックも非常に難しいですし、駐車場も難しいですし、高速道路も確か一軸増えるんで、高速料金が少し高くなるみたいなんです。それでなかなかそういうキャンピングトレーラーという発想は生まれませんでした。キャンピングトレーラーしますと、トレーラーの中の冷暖房のことが心配になります。暖房はバベストのヒーターで暖房できますけども、冷房はどうしようかと、窓を開けているのか、それともウィンドウエアコンをつければいいんですけど、そうなってくるとその電源が、発電機で、回さないと電源が取れないなということになります。前の方の牽引車から電気を引っ張ってやるということも考えられるんですが、なかなかそれもちょっと現実的ではないのかなというふうに思います。
またトラックタイプ、いわゆるトラックの上にキャビンを乗っけるタイプとか軽トラハウスがあります。これもキャビンとハウスが分離してまして切り離されますんで、キャビンのヒーター、キャビンの冷房が後ろの方のハウスの方には行かないんで、この場合その冷暖房も考えるとどうするのかなというふうに、悩むところでないかなと思います。まあそんなことも考えまして、まあワンボックスであれば冷暖房も車のヒーターを利用することができますので、まあこれにしようということで決めたという経緯もあります。まあキャンピングカーで、まあ、普段使いも十分できると思うんですが、そうしますと、まあ、多分キャンピングカーですと食器だとか家財道具をキャンピング設備とか全部そういうものを積んで走られてると思うんですよ。そうしますと走るたびにそのガチャ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 いろんな音が聞こえてくるんじゃないかなと思います。まあ、私の場合は普段使いは、まあ、静かに使おうということなんで、全てそれは下ろしてます。まあ、車中泊に出かけるときだけ、まあ、セットとして、積むということです。なので普段使っているときは静かに音をしません。普通の車と同じように使っています。ただ、まあ3人乗りなんで、3人乗るときには真ん中の補助席を出すということになりますけども、まあ、ある意味、まあ、2人しか乗れませんよと言えばたくさんの人が乗せてくれとは言いませんし、まあ、結構それもいいのかなと思って、まあ、使ってます。まあ、普段使いもできるんですけども、ほとんどメインは車中泊専用に、使っております。まあ、今冬なんですけども、夏のオンシーズンの間は毎週のように、出かけておりました。天候を見ながら、天気がいいな、天気予報を見て天気がいいなと思ったら、さあどこ行こうか、天気がいいのが2日3日と続くんであれば、じゃあ3泊4日で、どこどこ行こうというふうに、計画を立ててました。まあ、雨の日はほとんど出ません。しかしながらこう雨の日が長く続きますと、まあ、近くで、車中泊しようということで、車中泊に出かけて行ったこともあります。まあ、出かけるたびにこう直そうというちょっとした不都合が生まれてきますので、分かってまいりますので、そこを、まあ、ちょこちょこ、手直ししてます。また YouTube をさせていただいているので、風景の見方も変わってまいりました。まあ、どうやったらこれがきれいに撮れて皆さんが喜んでいただけるような写真とか動画が撮れるのかなということを、考えながら、撮るように、なってまいりました。またどこに行こうかということも、まあ、北海道に住んでると、まあ、こんなとこかなと思うんですが、まあ、全国で見てるなと思いますと、あ、こういうところは珍しいんじゃないかなと思って、じゃあ行ってみようかということに、なってます。まあ、ある意味非常に楽しく過ごさせて、いただいております。まあ、車中泊者も結構前のビデオで申し上げましたけども、気軽に簡単に意外と簡単に、できます。まあ、寝ることだけがメインであれば簡単にできるんで、まあ、十分チャレンジしてみる価値はあるんじゃないかなと思います。まあ、うまくいかなきゃそのままやめてしまって、材料を全部引っ込めてしまえば普通の車として使えますし、まあ、うまくいけば天候のいい時にちょっとそのセットを用意してベッドを用意して、じゃあ行こうかということに、なるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。